荒法師、山本周五郎、一。昌平寺の秀営が荒法師と言われるようになったのはそう古いことではない。昌平寺は武蔵の国における臨済門の虚殺の一であるが、その頃はいわゆる関東五山の移動も薄くなり、刺して傑作した人物も現れず、いたずらに王党関、大王、大東、関山、 三氏の政治を忍ぶ臨済宗門の最も衰えた時代で、大徳寺のことを引いている昌平寺もすでに昔の宋岩をはなかった。しかしそれでも慶仙和尚のもとに老若と余人の僧が検算していたし、また諸国から来て傾着する修行僧も常に35人は書かなかったのである。修悠は元土地の貧しい豪子の子で、幼い時孤児になったのを慶仙が引き取って弟子にした。 性質のごく大人しい、頭の優れて明敏な少年だったから、和尚もこれは広いものだと言い、段下の人々も周衛様は今に大知識におなりなさるだろうと噂をしあっていた。枯葉18歳になった時京へ登って東福寺に入り、そこで2年、さらに県人寺から鎌倉へ来て縁楽寺で2年、前後丸6年の修行をして小平寺へ帰った。 その時24歳になった枯葉見違えるようなエラ情負に成長していた。骨太の六尺近い体つきも、朝黒い顔にグイと一文字を引いたような眉も、KK と光を放つ僧帽も、すべてがたくましい力感に満ちあふれていた。僧帽が見違えるようになったのと共に性質もずんと変わった。少年の頃から無口だったのがますますひどくなり、 たまたま物を言うときには何か噛んだものを吐き出すような調子だった。周衛様はおかわりなすった。昔永山の荒法師と呼ばれたのはあんな風だったろうか。いかにも荒法師という風だ。いつか知らんそういう評判が立ち始め、やがてその名が近在に広まってしまったのである。晩春のある朝早く、一人の農夫が畑へ行こうとして小平寺の裏を歩いていた。 すると頭の上の方で突然妙な叫び声が聞こえた。びっくりして振りあおいで見ると、寺の境内にある高い茅の木のてっぺんに誰か人がかじりついていた。まだ足元はほのぐらかったが、小杖の辺りは明るいので、すぐにそれが春恵だということが分かった。農夫はもう一度びっくりして、しばらくその異様な姿を見上げていたが、やがて恐る恐る呼びかけてみた。春恵様。 そんなところで何をしておいでなさる、するときの上からはひどく腹を立てたような声で怒鳴り返した。新女を探しているんだ、そしてそれっきりまた創業の空を睨んで動かなくなった。農夫にはもちろん新女が何であるかわからなかったので、庄屋のカウエモンという隠居に聞いてみた、隠居は大層並行した様子で。ああ、だの。うー、だのとしばらく頭をひねっていたが、 つまりそれは、まあ言ってみればこんなものだ、そう言いながら指で空に円を描いてみせた。それが真如でございますかまあそうだ、すると丸いものですな。そうだ、硬いものですかな、それとも柔らかいものですかな。硬くも柔らかくもない。色は、無色透明だよ。生きているんですか、それとも。いや、生きてもいないし死んでもいない。 なんだかちっともわかりませんが、一体その正体は何でございますかな正体は。弱ったな、隠居は自分でもじれったそうだった。つまりこうだ、この天地の間にあるものはすべて移り変わる。今形があっても焼けて灰になり腐って土となる、山は崩れるし川は。つまりそういうように色々と絶えず移り変わっている。その中で絶対に変わらないのが真女だ。 笛もせず減りもしない、焼けも腐りもしない、天地が滅びても滅びない。まあ言ってみれば新女とはそういうものだ。そうするとそいつはよっぽどし太いものですが、農夫は下せたような下せないような妙な顔をした。それで、何かそいつは薬にでも使うんですかな、それからのお半時ほど同じような問答が続き、やがて隠居家具衛門が腹を立てて奥へ引っ込んでしまったので、 農夫は結局何も分からずじまいだった。このことが噂になりだしてから間もなく、ある日の日ざかりにしゅは大具合を手にして、本堂の裏の片隅をせっせと掘り返していた。季節はもう初夏に入って、照りつける日光は、境内の若葉に反映して目に痛いほどギラギラと輝いていた。しゅはまるで頭から水を浴びたように汗水くで。 今はもう身の丈を越すほども掘った穴の中でなお懸命に桑を振るっている。邦媒の僧たちが何を言っても聞かないし、和尚が出てきて叱りつけたけれど耳にもかけなかった。そのうちに檀家の老人が墓地へ行きがけに見つけて、何気なく呼びかけた。周衛様熱いのにご苦労でございますが、しかし何をしていらっしゃる。周衛は桑を打ち下ろしながら怒鳴り返した。神女を探しているんだ。 それからすぐに続けて。世間にもなし、天空にもなし、地面の下にでもあるかと思って、そう言った、その声はまるで泣いているようだったと、檀家の老人は後で語った。字、それからひとしきり、神女、という言葉がところの流行り物になった。春への気候は次々と耐えなかったが、ここでは詳しく書いている必要はないだろう。こうして年が明け、 天正十八年となった五月の末の一日である、京成王将が法上で客と話をしていると、小坊主の一人が走ってきてけたたましく王将を呼び立てた。北条様早く来てください大変です。どうしたのだ。秀栄さんが今本堂でご本尊様と喧嘩をしています。馬鹿なことを言うな。本当なんです。ご本尊様と本当に喧嘩をしているんです。 客がいるので馬鹿なことをと叱りつけたが、和尚はすぐに立って法上を出て行った。秀衛は本堂の趣味団の前に立っていた。片手に共感を持っているのはそれまで度胸していたものであろう、趣味団に向かってぬっくと立ち、右手をぐっと前へ突き出しながら、本尊の釈迦如来像に大活をくれていた。貴様はどこの何者だ、それは天外をビリビリ震わせるほどの声だった。 身につけている番絵は何だ羅ツとは何だ未見の白豪とはそもそもなんだ何時はいずれの変度から来たとみぐだいえ、仏とはそも何者か春へ、入ってきた慶戦和将が後ろから叫んだ。その方何をしておる、気でも狂ったか春へはくっと振り向いた、火を発するかと思える双眼で慶戦を旗とし、 油汗の滲み出た額を高く上げて枯れ葉叫んだ。いかにも、周衛は気が狂ったかもしれません。しかし死の母房にお尋ね申す。この釈迦如来はどこの何者ですか毛髪の玉と縮れた、ミニバーエをまとった、この偶像はその何者ですかさような愚問に答える言葉はない。では私から申しましょう。これは、と周衛は手を上げて皮脂と本尊を指さした。 これは天竺のカビラバスツ城主の子で知ったるたといい、後に釈迦ニと呼ばれた人間の模造でございましょう。だがその天竺の一城主の子が、我らにとってなんだというのです。私は幼少の頃からこの像の前には行きし、浅ないうな監禁供養をしてきました。一口に申せばこの釈迦ニ仏に仕えてきたのです。一体これはどういうわけですか 大山との国に生まれた周衛が何のために天竺の一城主の子の模造を排さなければならぬのです。誠に樹下石城を家とし、主城を再度するということが僧との悲願なれば、この林間たる道等と異国の像を捨てることが第一ではありませんか。周衛はまずこの仏像を放築します。僧をおめきながら、枯葉非常な勢いで趣味団へ飛びかかった、和尚は驚いて誰ぞ参れと叫んだ。 周囲は気が狂った。誰か来て取り押さえろ地層たちは向かうからこの様子を見ていたので、呼ばれるまでもなくそうせつけてきた。そして暴れ回る周衛を取り囲み力を合わせてそこへねじ伏せた。構わぬから縛って胸像へ押し込めてしまえ、慶戦はそう命じた。彼らは縄を持ってきて周囲をぐるぐる巻きに縛り上げた上、行動の裏にある胸像の中へ担ぎ込んだ。 周衛は抵抗をやめてされるままになっていた。目を閉じ口を引き結んで、こり臭い板敷きへ投げ出されたきり身動きもしなかった。よく聞け秀衛形線和尚はかれの上へ身をかがめ、一言ずつ噛んで含めるように言った。お前、花間学問に当てられているのだ。道刀や仏像の否定などは伝父もたやすく口にできる。 作用な眼前さすえのことに心を取られるようでは、第五の境に至る道はまだまだ遠い。修行の始めには誰しも一度破混迷するものだ。いや三度も五度も混迷し、気も狂うだろう。けれどもそれが猛執となっては救う道はない。己を調達せよ、刺さ,さたる事故の観念にとらわれるな。学問は必ず一度その範疇の中へ人間を閉じ込める。その範疇を打開することが修行の第一歩であろう。 頭の中からまず学問を叩き出すがよい。曲石たる途中から飛び出して、空括たる大世界へ心を放つのだ。窓を開けろシュは黙っていた。和尚の言葉は何の感動をも与えなかった様子である。枯れ葉息も絶えたもののように、青白い顔をのけざまにして誇りの上に横たわっていた。シへの脳裏には香料たる風景が巨来していた、葉の落ちた林が見える。 裸の細い枝が玄関の風の中でヒューヒューと鳴く、枯れ草の惨めに固くしがみついた果ての知れぬ荒れ地、どこから来てどこへ行くともなく灰色に伸びている一筋の長い道、あんたんと垂れ下がった鉛色の雲の下に、ぞっとするほど寒々と凍っている沼。そしてそういう風景の中をとぼとぼと歩いていく人間の孤独な姿が、いつまでも彼の空想を引きずってやまない。 人間はいつかは死ぬのである。いかなる友権力も死から逃れることはできない。永永五十年の努力は近伝玉老を作り牽制と陥落を与えるかもしれないが、一度死に合うやすべて跡形もなく消え去ってしまう。この世にあって存在の確かなるものはまさに。死、遅いて他にないのだ。かくて死はすべての消滅でありながら、しかも唯一の確かな存在であるという。 この矛盾は果たしてどう返すべきものだろうか。2。枯葉6年の間この疑問を解くために修行してきた、しかし追求すればするほど分からなくなるばかりだった、諸山の学童に学んだが、そこでは経典の軸の抹節をもてそぶ反差哲学が横行していたし、全門を叩けば功労の仮面を被ったルリゼンの周期ばかりが鼻をつく。正直調達。 高頭で安やす塗や装一括できるのは、死がいかによくべからざる宿命であるかという定観に発するもので、生きてあることを肯定する上には立っていない、万物無常、少者必滅という観念を土台とするならば。生女調達はその逃避である。これはどうしても周囲には重複することができなかった、あらゆる生物がやがては死滅するだろう。 いかなる代償をおいてしてもそれだけはあがなうことはできないに相違ない。それはまさに動かすべからざる事実である。しかし同時にあらゆる生物が生きてあることも事実ではないか。生物は全て死ぬまでは生きるのである。死が否定し難いものであるなら、生もまた否定することはできない。死が必ず厳然するものだとすればむしろ生きてあることを肯定し、そのまさしい意義を把握すべきが先だ。 生死調達は生きることの上に立たなくてはならぬ。周へはその一点に心身を叩きつける思いで修行した。そして今日までに得たものは空空たる。な、だった。彼の脳裏を巨来する光量たる風景。ひたすら死の道を行く絶望的な人間の姿。それがどうしようもない力で彼の観念を引きずり回すのだ。その時世間はどんな状態だったろうか。 本能寺に滅びた信長の後を受けて秀吉が目覚ましく対等してきた。戦えば破り、治む群れば必ず下し、次第に諸国を己の手に収めた上、天正14年にはついに打浄大臣に任せられて、天下はその異部の前に征服した。けれども無論まだ太平というには遠い、年々どこかに陛下が上がるし、現に関東には北条氏の強大な勢力が根を張っていて、 今、豊臣氏に完全と一戦を挑み、小田原城を中心に慌ただしい風雲が巻き起こっている。こういう世相をグッドは何と見るか。修羅猛衆の巷、又、とよそに見下すだけである、戦火に追われる民たちにも一腕のせがゆをすれば濃ことたれりとしている。主張サイドというのは孔絶の理想で、実際には全く主張と交渉がない。 こういう事実だけを取り上げて頭皮を論ずるのは誤っているし、それではそこからどう実践に踏み込むべきかを考えると、春議にもまるで方とがつかないのだ。枯葉仏法そのものにさえ疑いを持った、宗教は理論によって現れはしない、発生は極めて素朴で感銘だ、枯葉発生まで変えるところに打開の道を求めた、その第一が。釈迦は天竺人である。 という分かりきった点である、天竺人を。本尊とすることにいささかの疑いを持たない仏法の在り方、それがともかくも一筋の光となって彼の頭にひらめいてきたのだ、従って本尊放築はかれの目的ではなく、そこから改めて出直す手段だったのである。夜になってから小坊主の一人が握り飯を持ってきた、そして自分の手で持ち添えて食べさせようとしたが、 シュウエは目を閉じたまま石のように動かなかった。食べないんですか食べないとお腹が減りますよ。小坊主は気の毒そうに何度も念を押したが、うんともすんとも返事がないので、やがて握り飯を竹の皮のまま口の届きそうなところへ置いてそっと出て行った。明る朝、同じ小坊主がまたゆい飯を運んできた時、前夜のものが手もつけずにあるのを見た。それからはいくたび来てみても同じだった。 飯粒を口にしないばかりでなく水も飲まない。秀衛様大丈夫ですか小坊主は心配そうに覗き込んだ。少しでも食べる方がいいのになあ。それでないと信じまいますよ。秀衛はやはり答えなかった。小坊主はいかにも思案に余ったという様子でため息をついた。それから首をかしげながら。和尚様が縛ったりしたんで、よっぽど腹を立てたんだな、と低い声でつぶやき。 悲しげに胸像を出ていった。こうして飲まず食べず、眠りもしない日が経っていった、5日までは記憶にあるが、それからどれほどの時が過ぎたか覚えていない。けれどもそのうちに外で何か変わったことが起こったらしく、慌ただしく寺へ出入りする人の足音や、急にひっそりしたかと思うと、にわかにののりをめく声などが、混沌とした春への意識を時々現実へ引き戻した。 だがそれを不審に思うゆとりはなかった。枯れ箱坊主の口にした言葉を知らず知らずのうちに反数しながら、ふとそこに迷路の出口が見つかりそうに思え、思想の虚実を集めて業死を続けていたのだ。飯を食わぬと腹が減る、そしてついには死ぬ。その通りである、そしてそれが。その通りである、ことのすぐ次に何かがある、何かが。周囲は目を見開いた。死。 闇の中に目を見開いた春エは、呼吸を整え精神を凝らして知恵光の発するのを待った。微妙な刹那とはそういう場合を指すのだろう。しかしその時彼の目は観念の世界からまたしても共像の中の現実へ引き戻された、身を取り巻く塗りつぶされたような闇が、どこからともなくかすかに明るみ始めたのである。それは夜から朝への光ではなかった。 赤みを帯びているしゆらゆらと揺れる。時々旗と闇に帰るが、すぐまたおどろおどろしく光を擁営するのだ。目がそのことを認めると間もなく、耳にも次第に外の物音が聞こえ出した。カツカツと地を轟かす馬蹄の音が、山門から鐘楼の方へとしつかした前帝のあたりで鋭い悲鳴が起こり。逃げろ、というおめき声に続いて、 取り乱した人の足音が境内を横に崩れ立った。何か変事が起こっている。周衛は初めて我に帰った。数日前からおぼろげには聞いていた騒音が、今はっきりと記憶の表によみがえり、ただごとでないという感じが彼を呼び覚ましたのだ。周衛は身を起こした。その時いかにも気球を告げるように早鐘が鳴り出した。胸像の中はいつか赤く揺れる光で満たされ、 パチパチと物の,の焼けはれる音が間近に聞こえる、そして不意に扉の隙間が目を見開いたかの五徳火炎の色に染まった。寺が炎上している、周囲は息が止まるように思い、よろよろと立って扉へ身を持たせた、耳を澄ますと騒動は寺の内だけではなかった、はるかに遠く、おそらく推しの浄化とも思えるあたりで破人金や銃声さえ聞こえていた。 合戦が始まっている枯れ葉草をつぶやいた、早鐘が旗と鳴りやみ、逃げ惑う人の足音や、引きちぎるような悲鳴が再び大きく耳を打った、周衛は我知らず叫んだ。ここを開けろ、けれども答えるものはなかった。大井秋きざね、飽きざねはいないか、小坊主の名を呼び続けたが、燃え上がる炎と、凄まじい埋め木の他には、もう人の声さえ聞こえなかった。 枯葉扉から身を離した、そして縛られたままの全身を、力限り扉へ叩きつけた、三度、五ボタビ。けれど扉はびくともしなかった、不韻不食の体はそれだけでも精魂がつき、枯葉激しくあえいだ、いつの間にかあたりは非常に熱くなり、巻き込んでくる煙が目口を塞ぐように思える。燃えているのは本堂であろう、巨大な金絵でも沸騰するような。 ゴーゴーという外耳の音が胸像を仕るんだ。もうすぐここも火になる。このままいれば焼け死ぬだろう。そのことがはっきりわかると周囲は突き上げるように奮闘を感じた。死を恐れるのではない。寺を焼かれることが悔しいのでもない。何とも説明しようのない。そして自分でも理由のわからぬ激しい怒りが、ムラムラと腹の底から突き上げてきたのだ。それは彼れの血の叫びであった。 彼の全身に流れている豪子の血が、ぶっととしての彼の存在を引き裂いて出たのだ。くそ、ここで死ねるか、周衛は再び身を起こした、その時である、裏門の方からバタバタと走ってくる足音がして、誰かが扉へすがりついた、そして城を壊すのであろう、手斧の響きが鋭く耳を打った。飽きざねか、周衛はそう叫んで戸口へすり寄った。 情の落ちる音がし、扉が開いた、枯れ葉思わず目を覆った。扉が開くといきなり、天に宙する火柱と眉を焼くような蠣に面を打たれたのである、目がくらんでよろめく彼を誰かが支えた。衆英様早く、早く、そう叫びながら、その手はかをかき抱くようにした、枯葉その手の導くままによろよろと走り出した。飽きざねではない。 それは声と手の触感とですぐに分かった。女である。確かに女に違いない。しかし誰であるかは見当がつかなかった。一体誰だろう。皮膚を焦がすかと思える牡蠣の中を走りながら、枯葉印象にある人の姿を買い探ってみた。裏門を出たところで。パー郷像へ火が移った。という声を聞いた。周囲はもう目を開いていたが、長い断食と精神の苦闘とで、 ひどく体が衰えているから、逃げ惑う人並みを抜けて行くにはつれの女の手にすがっていなくてはならなかった。どこかで潮のように時をあげるどよめきが聞こえ、銃声が続けさまに起こった、おそらくかなり間近なところで合戦があるのだろう。女は周囲を引きずるようにしながら懸命に走り、やがて道を横に切れて林の中へと駆け込んだ。もう少しです。 もうすぐですから辛抱してくださいまし、自分でも喘ぎながらそう励ます声が、春英の耳に触れるほど近く聞こえた。彼にはもう返事をする力もなく、女の温高い息吹が頬にかかるのを、半ば夢のように感じていた。五。もう炎の明かりもなく、林の中はつま先もわからないほど暗かった。そこを抜け出ると二十歳で、すぐ左側に農家の灯火が見える。 それは墓守七兵衛の家だった。それでようやく自分を救ってくれたのは七兵衛の孫娘だということが分かった。そうか、花世だったのか、それならいいと思うなり足から力が抜けてゆき、枯葉ふらふらと横へ倒れてしまった。それから翌朝までのことはちぎれちぎれの印象しか残っていない。娘の叫び声で七兵衛とせがれの安家夫婦が飛び出してきたようだ。 枯葉三人に抱えられてその家へ行き、何度のような部屋へ寝かされた、そして温かい薄がよをわずかにすすったのを覚えているが、あとはただこんこんと何もかも忘れて眠ってしまった。起き上がれるようになったのはそれから七日目のことだった。寺の方へ詰めていたという七兵衛が戻ってきた朝、初めて枯葉寝床の上に置き直って食事をしていた。命拾いをなさいましたが、 老人は枕元へすり寄ってそう言った。お経像は風下になっていたものですから、本堂の焼け落ちる前に火を吹き出したそうです。客殿だけは残りましたが、あとは目も当てられません。一体火をかけたのは何者なんだ。周衛はまだ何も知らなかったのである。石田事務省有の軍勢でございます。石田、事務省有が攻め込んできたのか。何でも三万の軍勢で、 縦林を攻め落とすなりまっすぐに押し寄せたのだそうです。七兵衛老人は次のように語った。豊臣秀吉は天下の威勢を集めて小田原を囲んだが、その一方で光付から武蔵、上総にかけて散在する北条氏の俗上を攻めさせた。総帥は石田三成、その下に大谷義継、長塚雅家らをショートした氷蔵馬は草原を踏みにじるごとく上野から武蔵へ殺到した。 これに対して立林城にいた北条氏則をはじめ、板倉、北大島、西島、足利など18条では、その上昇のほとんど全部が兵を引っ下げて小田原へ入っていたので、留守軍は皆縦林へ合体して防戦に当たった、けれども3万の石田軍はわずか3日にしてこれを揉みつぶし、その勢いを買って押し城へと攻め寄せたのである。押し城は成田氏長の守るところだったが、 宇治長はやはり兵を率いて小田原へ去り、城には宇治長夫人と三百そこそこの兵しかいなかった。品川夫人はいかにも武将の妻らしく縦林へ合体することを拒み、ビビたる守兵と武器をいて石田軍に挑戦したのであった。奥方様のけなげなお覚悟を聞いて、都市兵衛は続けていった。病民たちは逃げるものもなく、竹槍を持ち米を担いで、 随分体制の人数が城へ入りました。また城へ入らぬ者もそのところに踏み止まり、どこまでもご爪の役を務めようと頑張っております。だがそれで、どうして寺が焼かれたのだ。本陣に使うから明け渡せと石田軍から死者があったのです。さすがに北条様は承知なさいませんでした。寺を戦の道具にはせぬそう言ってお断りなすったものですから。 とうとう火をかけられたのだそうでございます。京成王将や僧たちは持田村の段階へ立ち退いたという荒ましの話を聞いて春へは深いと息をついた。まさに修羅の巷が厳然したのだ。そう思った。そして自分はこの渦に巻き込まれることなく、武道一筋の修行に出よう。仏像を捨て寺を捨て、身一つになって仏法の神髄を探るのだ。 誠に生死を調達して生きる道。いかなる大事に当面しても揺るがざる不動の一年。その一つを掴むまでは運水を続けよう。それが自分に与えられた使命である、枯れ草そう心を決めて静かに寝床へ横たわった。明くる日の午後のことだった、周囲がうつらうつらしていると、不意にこの家の表でけたたましい叫び声が起こった。どうした花よ。 おとっさん早く来て娘の声は震えていた。お城のお侍が怪我をして倒れているんです。どこだそこの栗林の中です。よしすぐ行くぞ、およしも来いと言いながら、やすが飛び出し、すぐに彼の妻も出て行った。そして間もなく、彼らは誰かを運んできて、奥の前へそっと寝かした様子だった。人に気づかれるな、とか。 外に気をつけろ花よ、などと囁く声を聞きながら、しかし周囲はそっと口の内で教問をずしていた。ともすればあの胸像の中で感じたような、わけのわからぬ怒りがこみ上げてくるのだ。それで努めて心を押さえつけ、受教に心を集めていたのである。その日は暮れ方までに三人、そういう負傷者が担ぎ込まれた、みんなお師匠のものか、それとも敵の者も,のもいるのか、 寝たままの俊英にはわからなかったけれど、七兵衛はじめ家族の者が手を尽くして解放する様はよく聞き取れた。ことに娘の花代は一番的吐きとして、傷を洗い、薬草を揉み、包帯をするまでほとんど手一つにやっているようだった。ちょっとしみますから我慢してくださいまし、これで血が止まりますから。さあようございます。きっとすぐお楽になれますでしょう。 決してお案じなさらないでお心安くお休みなさいまし、後で抜く粥を差し上げますから、まるで病児をいたわる若い母親のような、心のこもった温かい言葉を聞いていると、自分が救い出された時の柔らかい手の食感が思い出され、周囲は引用のない感動がこみ上げてきて、思わず目をつむらずにはいられなかった。そういうひそやかな気配は、夜明け方まで続いていた。6。 ええ邪魔だ、話せ、鋭いおめき声で周囲が目を覚ましたとき、夜はもうすっかり明け離れて、障子には爽やかな朝の光が溢れていた。でもそんなものはいないのですから、花世の声だった。つべこべ申すな、訴えるものがあったから来たのだ、どけ。いけません、奥には病人がいるんです。待ってくださいまし、あれ。おとっさん、争いは門口だった。 面倒だ、踏み込んで矢探しをしろ、そうどなるのと一緒にバリバリと飛ぶスマを踏み破る音が聞こえた。いかん、と自分を静止しようとしたが、シュンエの体はもう本能的に羽を着ていた、静止用がなかった、手早く包囲を身につけ、図を手に襖を開けて難度を出ると、ちょうど押し入ってきた三人の鎧武者とばったり顔を突き合わせた。どちらも思いがけなかったが、 顔を突き合わせるなり秀英が。無法なことをなさるな、と言った、自分でも意外なくらい圧倒的な調子だった。力もない百姓の家へ土足で踏み込み、矢探しをするなどとは豊臣公の名門にも関わりましょう。静かになさるがよい。何、何と言ったが相手が帽子なので、さすがに彼らも乱暴はできなかった、槍を持った一人が大股に進み出て。 無法ではない。この家に落ちうどをかくまっておると聞いて改めに来た。家人が邪魔をするから踏み込んだまで、ごぼうには関わりのないことだ。それはこなたたちの聞き違いであろう。周囲は平然と言った。なるほど負傷者は数名いる。重傷でこの辺りに倒れていたものをここへ運んで手当てをしてやった。しかしそれがお師匠の侍か寄せての武者かは知らない。 捨てておけば死ぬので救っただけだ、落ちうどをとくまったなどということは断じてない。たとえ負傷者でも、上兵なれば改めるのが我らの役目だ。よろしいとも、枯葉むしろわらを浮かべて頷いた。それが役目ならば見分なさるがよい、ただし手をつけることを固くお断りする。見られる通り私は仏に仕えるものだ、僧侶には敵も味方もない。 戦うだけ戦って傷つき倒れた者、また草の上に無くを横たえた者は、敵味方の差別なく救っていたわり念仏供養するのが仏の慈悲だ。こなたたちはすでに将平寺を焼いている。これ以上なお無法をするとすれば、臨在五山の収門を敵に回すとお覚悟あれ。それだけをはじめにお断り申す。いざ見分なさるがよい。三人の武者は元気に詰まったようだった。衆への言葉は道理を尽くしている。 それを無視するだけの決意は彼らにはなかった、三人はちょっと目を見かわしたが。とにかく改めるだけは、と一人が言い、思い切りの悪い様子で奥の前へ入っていった。そこには四人の負傷者が枕を並べていた、けれども、みんな甲冑を脱いで下着一つになっている、石田軍は総勢三万余きだからたとえ味方でも顔だけで判断はつかなかった。うん、みんな重傷と見えるな、 槍を持った武者が不決断にそう呟いた、すると次の者が。身動きもできぬものなら捨てておいてもいいだろう、と言い。そうだ落ちるどさえとくまっていなければ、そんなことを申し訳のように言い合うと、来た時とは人間が違ったように、おとなしく外へ出て行ってしまった。家人は始終の様子を震えながら見ていたが、三人が去って行くと花よがいきなり旬へのそばへ走り寄った。 ありがとうございました、春恵様。おかげで皆様のお命が助かりました。私もおダメかと思いまして。私に礼を言うことはない。無事に済んだのはあなた方に御仏の籠があったからだ。けれども、そう言いかけて春恵は七兵衛の方へ振り向いた。これからもまだ負傷者は出るだろう。それを全部この家で解放するわけにも行くまい。 幸い寺の客殿が焼け残ったというのだからあっちへ運んで世話をしたらどうか、そうすれば寺のことではあるしお前方にも迷惑はかからないで済むだろう。それはようございますが、私ともの迷惑はともかく、ここでは狭くて身動きもできません。ぜひそうさせていただきましょう。では私は村の女手を集めてきます。花よもそばから嬉しそうに言った。この渦に巻き込まれて離らぬ、 そう思った周囲がこうして自分からその渦の中へ飛び込むことになった。負傷者たちはすぐに寺の客殿へ運ばれ、その世話をするために村の女房や娘たちが集ってきた、食事をこしらえる者、薬を作る者、傷の手当てをする者、それぞれ分担が決まると、まるで待っていたように、次々と収容されてくる者が増えた、みんな重傷者ばかりで、 中には手当てをするいとまもなく死ぬ者も,も少なくなかった。そしてそれらの中には寄せ手の兵もあったが、運び込むとすぐに甲冑を脱がして敵味方の区別のつかぬようにしたし、周栄が上に立ってサシスをしていたから石田軍も手をつけることができず、姉妹には帰っていくらか保護するようにさえなっていった。こうしている間に、千は包囲の退陣になった。七、お師匠は素晴らしく戦った。 縦林では三千余機が合体していたのにわずか三日しか持たなかった。忍などは夕日ともみと攻め寄せたのに、意外にもその矛先はぐわんと跳ね返された。兵は三百そこそこだし小さなの城のことで棒取り出が厳しいわけでもない。けれどお市場には領民の力が集っていた。市兵の語ったように牢養婦女まで竹槍を持ち米を担いで入城し、外にいる者も城と固い連絡を取って、 密かに寄せてを悩ました。石田軍は薬器となって攻め立てたが、城兵は存分に引きつけて筆中の矢玉を浴びせ、また不意に切って出ては縦横に暴れ回った、その戦いぶりの精悍さと領民の協力が一つになって、三万の大軍を釘付けにしてしまったのである。六月も中旬になったある世のこと、花世が来てそっと彼に囁いた。ご苦労様ですけれど、 ちょっと外へいらしってくださいまし、周囲はうなずいて立っていった。星一つ見えない暗い夜だった、寄せての陣のあたりはかがりを映すのであろう、低く垂れた雲が明るく染まっているが、あたりはひっそりとふけて物音もなく、戦場のすぐそばだということが嘘のようなし静けさであった。内ち死にをなすった方をお弔い申していますの、花よはそっと言った。 おいでを願って供養をしていただくようにと、おじいさまがそういうものですから。大勢か、八人でございました。それから二人は黙って歩いた。花世の若々しい呼吸を聞きながら、周囲は危ういところを救われたあの夜のことを思い、また今日までの娘の心労を思った、彼が胸像にいたことは秋雨から聞いたそうである。 けれどもその秋きざねさえ忘れたほどの騒動の中で、あの猛火を犯して救いに来るということは、若い娘にとってそうたやすい技ではない。重傷で倒れている者を初めて助けたのも花世だった。見つかればどんな罪に問われるかもしれないのに、少しもためらわず助けてきて解放した。どちらもささたる憐憫や同情でできることではない。それは仏の慈悲にもたとうべきである。周囲はそう思った。 いや、仏の慈悲でもこれほど直接に現れることはないだろう。哲学は事実を拒否することに高さを見る。仏法理論は慈悲について高等な説を立てるが、目前の事実に対しては権力に屈するだけだ。高等な理論をいかに巧みに積み上げても、事実に対して無力なら有儀と選ぶところはないのである。花世のしたことは仏の慈悲より大きく深い。しかもなんと深く大きいことだろう。 シュウエはふと娘の方へ感動のこもった声で呼びかけた。花よ、お前には頭が下がるぞ。何がでございますの娘はびっくりしたように振り返った。シュウエはもう一度。本当に頭が下がる、と言った。人間がみんなお前のようになれたらな。導かれていったのは七兵衛の家の後ろにある栗林の中だった。 そこには七兵衛とせがれ夫婦の他に村の者が十人ほどいて、今盛り上げたばかりのど饅頭を囲んでひっそりと佇んでいた、みんな黙っていた。周衛も人々の目礼を黙って受け、静かに墓の前へ行って立った。下草の茂みから起こる虫の声を塗って、やがて数を揉む音と低い樹橋が聞こえ始めた、ふけ渡る林の中は神刊として、 呂文を唱える衆衛の声は収集たる帰国を思わせる。しばらくすると七兵衛がつぶやくような声でそれにわし、村人たちもそっとそれに付け出した、多分をはばかりながら、しかしいかにも真実のこもった供養が、そうして半時余りも続いたのであった。それから数日のちに、行田の森で城兵が二十人ばかりり死にをしたという評判を衆衛は聞いた。それは真昼のことで、 彼らは三の木戸から飛び出し、油断をしていた寄手の陣へ面も振らず切り込んだ、そして散々に敵陣を駆け悩ましたが、ついに行田の森へ追い詰められ、一人残らずそこで打ち死にをしたのだという。彼はそれを聞くとすぐに字を出かけた。もちろん行って供養するつもりだったが、それよりも行ってみずにいられない気持ちがあった。それは自分でもわからないやのふんど。 心の底から突き上げてきて抑えようのないあの怒りが、今また合詞と彼を掴んだのだ。行伝の森は城の南側にあった、小平寺からは寄せての寺院を回って行かなければならないので、そこへ行き着いた時はもう黄昏の頃である、水田と足の茂った正宅に囲まれて、その森はうつうつと暮れかかり、どこかで物悲しげに日暮らし蝉が鳴いていた。枯葉包囲をかき合わせ、 数珠を取り出して、聖域にでも参るような足取りで、そこへ入っていった。八、探して回るまでもなく、死からだはすぐに見つかった。大きな杉の寝方に、下草のまばらに茂った土の上に、また彦コバの羽村の陰に、ここに一人、かしこに二人と倒れていた。周囲は不思議なほど落ち着いた気持ちで、死者の沈頭に立っては供養をして回った。 どんなに凄まじく戦ったのだろう、みんな鎧もずたずたになり、どれもこれも満身創痍の姿だった、横顔を草に埋めている者も,もあり、仰ぐに倒れて目を見開いたまま死んでいる者も,もあった、片腕のない死からだ、足を失った者、体首ところをこにした者など、形容を絶する凄まじいありさまだった。ナム十方の諸物、青ぎね川わ愛護の御手を垂れて、 周衛は心を凝らし念仏商明をしながら、三人、五人と供養していった。そして十七人まで数えた時である、草ずりの跡も残らずちぎれた鎧をつけ、のこぎりのように箱ぼれの下立ちを持って、湿った土の上にうつ伏せに倒れていた一人の武者の前に立ち、静かに教問を唱え始めると、不意にその武者が。ごぼ,ぼう、無用だ。 友のを言った、あまり思いがけなかったので、枯れ葉ぎょっとして息を引いた。よく見るとその武者はまだかすかに呼吸がある。枯れ葉素早くあたりを見回し、人影のないのを確かめてからそばへすり寄った。こなたは生きておいでだな、傷はどこだ。いや夜な、武者は首を揺すった。もう長くはない、もうその時は見えている、しかし。教文は読むに及ばないぞ。 なぜ教文は無用だとおっしゃる。俺は、ぼくりと無者の喉が鳴った、荒い呼吸のためにしばらく言葉は途切れたが、すぐまた懸命の力で続けられた。俺は成仏するつもりはないからだ。お言葉ではあるが、それは違います。周衛は耳へ口を寄せるようにしていった。こなたに成仏するおつもりがあろうとなかろうと、人間は死ねばみなみ仏の手に救われて成仏する。 無論教文などは読むまでもないが、しかしそれは。黙れ、黙れ、再び武者は首を揺すった。さようなたわごとは耳が汚れる、貴様には俺の、俺の子の姿が見えぬか、俺は武士だぞ。武士たる者は、たとえ死んでも成仏はせぬ、あっきら説となって、この領土と、お主君を守護し祭るのだ。七旅、十旅、人間と生まれ変わってお主君を守護し祭るのだ。 そう言いかけて、武者は驚くべき力でくっと顔を上げた。生きても死んでも、不祖の国土を守りお主君を守る。これが物の不の道なのだ。俺だけではないぞ。貴様が今まで供養してきた者は皆そうだ。成仏しよ用などと考える者は一人もおらぬ。無用だ、無用だぞごぼう。それは瀕死の者の声とは思えぬ激しい叱咤だった。無用だごぼうという叫びを聞いたとき。 周衛は律前としてそこへ立ちすくんだ、雷帝が頭上に落ちて瞬時に彼の骨肉を粉砕したかに思えた、枯葉はれ知らず埋め得た。何か脳裏に打開されようとしている、長い間追求してきた精死の大事が、衣を払ってその真髄を見せているのだ、枯葉名目し、一年を凝集させた。ここにあったのだ。生きては命のある限り、死ねばあっきら説となって、 七度も10度も人間に生まれさらって、あくまで不祖の国土とお主君を守護し祭る、という。断じて成仏せず、という、未人の惑いもなく結一筋に貫き通した列列非のごとき信念、生を生とせず死を死とせず、現世も未来もあげて。守護し祭る、という信念一つに生きる、これこそ生死調達の境地ではないか、これこそ唯一不滅の道ではないか。 そうだ、これだ、ここにあった。周衛はカッと目を見開いた、五山の学童に学んでも得られなかった、大蔵経典も教えてはくれなかった、結果三千の修行も打開し、あたわざる者が今こそ彼の眼前に現れた、三乱たる好期を放って今こそ彼の面前に現れたのだ。聖ある者は必ず滅ぼす、良いかな、年しは片手を突き出していた。 生きることが目的ではない。死ぬことが終わりではない。生死を超えて生き通す信念。何者が滅ぶるとも信念の滅ぶることはないのだ。見ろ。この領土は敵に侵犯され、領主も兵も古城を守って戦っている。この事実を目前にして何の仏法。何の誤道だ。己はこの地に生まれこの郷土の恵みを受けて育った。これをよそにして生死の大事があるか。足を地につけろ。 道はここにある、かつ、言葉の終わりは叫びになっていた。叫び終わると同時に枯葉術を引きちぎった。バラバラと悲惨する珠玉を踏みにじって、枯葉静かに目の前にいる武者を抱き起こした。それはとうにもう息が絶えていたけれど、周囲は生きているものに対するように囁いた。ただいまの御一言、ごと、単に命じました。こなたには及ばぬまでも御石を継いで城へ入ります。 ぶしつけながら鎧を借ります。そう言いながら死者の鎧を解こうとした、すると静かな人の足音がして。お手伝いをいたしましょう。そう言いながら花代が近寄ってきた、周囲は思いがけなかったのであっと言った。お帰りが夜道になってはと案じられたものですから、言い訳をするように花代はちらとこちらを見上げた。ここだということがどうしてわかった。お後からついてまいりました。 多分ここへいらっしゃるのだと思いまして、枯れはじっと娘の顔を見守った、花代はその目を眩しそうに避けながら、すぐに死者の鎧を解き始めた。その姿を見やるうちに、まだこれまでに覚えたことのない、新しい日のような感動が胸へ溢れてくるのを周へは感じた、花代の眩しそうな目つきや、どこかに軽い斧の,の木の見える身ごなしや、こちらへ見せている横顔の寂しげな色が、 何を漂白しているかということに初めて枯れ葉気づいたのだ。それはまるで痛みのように、直に彼の胸へ突き通り、そこで火を噴き出すように思えた。生きる、ということがどういうものであるかを、生まれて初めて見つけたように思えた。私は白へはいる、枯れ葉叱りつけるような調子でそう言った。花世はそっとうなずいた、何もかも知っているという様子だった。 すべては次の世のことだ、いいな、花よ。はい。約束するぞ、叱りつけるような調子だったが、その中に隠れている意味はまさしく娘の心に通じたようだ、花世はもう一度。はい、とうなずきながら、解き放した鎧を持って立った。お着せ申しましょう。産むと言いながら周囲は包囲を脱いだ、これが角出である、花世の頬へ涙がつつと糸を引いた。 暮れ果てた森のどこかで、その時思い出したように、また日暮らしがかなかなとさえた音を張って泣き始めた。ほどなく寄せ手の陣へ朝野長政の軍勢が到着した。朝野軍は武蔵の国岩月城を攻め落としてきたのだが、その余生を勝手押城へ迫り、なお躊躇する石田本軍を尻目に激しく戦って、い二城の一角へ突入することができた。 それはお師匠にとってまさに気球存亡の刹那であった。けれども石田三成はそこで浅野軍に功を奪われることを心よしとせず、あえて公園の兵を動かさなかったので、城兵の一隊は猛然と決死の反撃を挑み、ついに突入した浅野軍の少子百余機を撃ってこれを場外へ駆逐した。この時城兵の中に一人の創業の武士がいて、 ことに目覚ましく戦うのを朝野軍の兵たちは見た、枯葉草ずりのちぎれた鎧を身につけ、槍を取って真っ先に進んできたが、そのまま面も振らず寄せての人数の真ん中へ突っ込み、アシュラのごとく戦って打ち死にをした。毎一文字に突っ込んできたありさまも凄まじかったし、群がる人数の中で一歩も引かず奮戦した戦いぶりも類のないものだった。朝野軍の兵たちは後になってからも、 その時の話が出るたびに、あれは確かに名のある武士だったに違いない、と言い合った。後にも先にもあれほど大胆不敵な戦いぶりをするものを見たことがない、敵ながら全く惜しい武士だった。そこ本、山本周五郎全州第19巻昭昭13年、水戸バイフ新庁社。1983、昭和58、 年10月25日発行。書出、講談雑誌、白文館。1944、昭和19、年4月号。入力、特定非営利活動法人春風。構成北川松追。2022年6月26日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫。 h t t p s w w w a o z o r a g r j p で作られました。入力・構成・制作にあたったのはボランティアの皆さんです。